打順トップの宇沼です。マックス145キロ、差し込んでいます。ファーストファールグラウンド、キャッチャーが落下点、吉安が取ってスリーアウト。その戦力を誇ったんですが3回戦敗退。秋の神奈川大会は優勝。ちなみにこの夏の独自大会クエンとの戦いが後日待っています。打ち上げました、緩やかな浜風甲子園。それでもここまで下がっていって、変わった浅野、全員自宅に帰して自主練習、結構長い期間自主練習がありますが、もう本当にこの独自大会が始まる直前ぐらいまでギリギリまでほとんどしなかったなというふうにも思いますよね、はい、もうそれぞれ出場チームの、ね、監督さんはね、はい、いろいろなことを残して。